日にちはこうなんですけど、20日ですね。で、月火水が終わってですね、木曜日ということでね。で、ここに GPP、JPI とあるんで、読み込んだのがね、先週の最後のね、14日ですね。14日の見て、2月14日ね、今20日ですね。2月20日ですけど、夜の8時になるんですけど、7時半ですね。夜の7時半。で、ここで1ピップで見てるんですよ。で、この中で勝率一番いいのを、ね、見ると、69% って GBP、JPI があるんですね。で、これをね、読み取ってね、つまり先週最後でね、今週始まるものに対してどの程度の成績があるかということを見てるんですね。そうすると、GBP、JPI 4勝1敗、9勝1敗。すごくいいですね。15勝2敗。まあ今のところ始まったのが、50個以上ですね。見てですね。3日ですから9勝1敗ですね。9勝1敗で勝率 90% となってますね。だから今週、先週は終わった時点で一番いい成績のでこんなに稼ぎがあったというんですね。もう一回見てみて、間違ってね見たかなと思って今様子見るんで、これで見て、これで見たのかな、この中のこれ20、これじゃないな。これはまた、スプレッド1のやつですね。1で5で25。これで見てみましょうか。ちょっと待ってね。どうかな。2勝3敗 40%。しかし、6勝3敗で、今日は負けてるけども、3日間見て月曜日から 67% だから、勝ってますね。ね。これ25個以上の分析、1ピップス5分の場合のオプションですね。これでも勝ってるんですね。赤色になってますけど、今、稼げて、今日は稼げてませんよって来てますけど、3日分では、このように 67% って楽に稼げてるんですね。6勝3敗になってるんですね。今日は稼ぎは悪いけどね。で、ここら辺でね、まず、見て。これ、バックテストと実際と全く 100% 同じです。成績がね。これが強いところなんですね。これを見たわけですね。今これ見たんですね。GDP。50個のではどうですかっていうね。これ NZE JPI ね。NZE JPI、これですね。2勝4敗。ああ。50個の方は NZTJP は負けてます。3日間で53分。10勝9敗ですね。うん。2勝4敗の10勝9敗。うん、ということは ?10 勝9敗ですね。
自称嫌いだから負けてますね。50個ではダメなのかね。まずそれですね。これで設定値でやったら負けてたってことですね、今週ね。他。じゃあどういうので選びはいいのかですね。絞ったんだもんね。これでしょ。まあ見たらこれで負けてったと。他の通貨見てみたいね。ユーロ CHF ね。ユーロ CHF。違う設定だけでもこれとか買ってるね。ユーロ CHF。こうね。ユーロ CHF。他の通貨いっぱい。3日間で1回だけシグナルが出てこれで勝ってるんですね。なるほどね。これ間違ったらもうだけど負けですよね。どういうのがいいのかですね。余裕を持って2ピップスね。2ピップスの72の50だね。これで見たらどう ?GBPJ。こうですね。ああ。2ピップスもやっぱいいね。4勝には67。8勝3敗ですね、3日間でね。73% ですね。これでやったら稼げてたんね。結構稼げてますね。だから、100よりか25と50。2ピップスの方がいいのかな。いつも調べるのね。じゃあ3ピップスので見てみるね。今度5ピップスまで見たんですよね。別計算するんですけど今ね。これね。こうじゃないな。5の3ピップスってありますよ。5の3ピップスで一番いいのはこれ。49でしょ。さあ、この成績どうかな。これどうだ ?4 勝1敗、9勝1敗。これ抜群だね。3つで取った方がいいね。3ピップスでね、やっぱね。こうですよ。これ今週これね、データだけども、これは一番最高ですね。ちょっと77取ってたかな。記録取ったかな。GBJPI ね。これね。50の70ね。7で50の5でしょ。重なったね。GBJPI ね。これ一番いい設定じゃない?ね。ね。3ピップス取った方がいいってことですね。分析でね。誤差率3ピップス。の方が勝率良くなってますね、結果的にね。4勝1敗だもんね。9勝1敗だもんね、3日間でね。1回しか負けてないよ、これ。すごくいいんじゃない?これだとお金持ちになれるね。ですね。
これ 77% だもんね。まだね、今週終わってないんで、まだ分かんないですね。来週また終わって最終的に、ね、分析したので投資しようと思うんだけど、まだ分析した方がいいんじゃないかと。もう一瞬見ましょうね。お金捨てちゃうと嫌だからね。もう一週間な、今月いっぱいぐらいでもいいでしょう。みっちりやってね、来月から稼げればいいんじゃないかなとね。以上です。本前は先生でした。